集団ですね。チームを含めファンの皆さんと一体感を出し、タイガースならではのやっぱ熱さと人気と、そこにまあ尽きるんじゃないかなと思います。私たちはダンス以外にもリリーフカーの業務を担当させていただいてるんですけれども、選手の気持ちを乗せて笑顔で届ける、運転しかしてないんですけれども、ファンの架け橋となるような存在になれるように、いろんなところから勝利での後押しをしていると思っています。リリーフカーに乗っていくときに、その試合が良くなくても今だけお前だけは頼むぞみたいな、そういう前向きな声っていうのは印象に残ります。ファンがとても熱いと思います。ドラフト前に一度外野席で試合を見た時あるんですけども、勝っても負けて もう選手を思って応援してるなっていうのをすごく感じたんで、弱い時もハイガーという命やから素敵やから、また今度頑張ってくれっていうのがタイガースもある。全然知らん人と声かけるし、知らん人と友達になるし、ほんの3時間だけのお友達になる、それがいい。